日本列島は高気圧に覆われ全国的に晴れたため放射冷却が強まり、静岡県内も各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。午前6時の御殿場駅前です。気温計は5度を表示しています。静岡地方気象台によりますと、日本列島が高気圧に覆われ晴れたため放射冷却が強まり、県内は19の観測地点のうち17地点でこの秋一番の冷え込みとなりました。最も低かったのは御殿場市で11月下旬並みの 4.1 度、静岡市葵区井川で11月上旬並みの 5.5 度、浜松市天竜区佐久間で11月中旬並みの 6.8 度などとなりました。このセーター着ててもすごい寒いのでめっちゃやばいですね。いやめちゃめちゃ寒いですね。今日5度なんですけどね、駅前の気温。いやちょっと信じられないですよね。いつもこんな寒くないですからね。明日も晴れ、放射冷却が強まるため、平年よりも冷え込むということです。